河村拓夢、ザルツブルクへの移籍が正式発表。発表きたー。普通に知らなかったわ、めでたい。ザルツブルクはすごい。とりあえずザルツブルクの公式はフォローしといた。シントトロイデンより5代への距離が近い素晴らしいクラブに入ったな。24歳でザルツブルク加入数年後がさらに楽しみ。ビッグクラブへの移籍全然ある。活躍すればライプチヒの道も開く。タキア・ハーランド、ケイタ・ヤマネもこのクラブから育った人材やから、期待してる。これは大物になる予感がプンプンする。ここからさらなるステップアップに期待。大きくなれよ。